数学の勉強法についてですが、理解の浅いと、理解が浅いと、えー、学校の授業の深度に合わせての深い理解では、どちらの方がいいですかまあだから先取りして浅い理解で進めていくのか、学校で習ったことを深めていくのがどっちの方がいいかっていうことですね。まあこれは、あのー、人より理解するのに時間がかかってしまうんだったら、えー、先取り独学でするんだったら、かなり、まあ、あのー、効率悪いので、 もう習ったことを学校の授業の進度に合わせての深い理解がいいと思います。あの自分のねあの結局能力に合わせて勉強法って選ぶべきなんですよね最終的には自分の能力的にこれはコスパ悪いな。 っていうのがやっていく中で分かってくると思うんですよ。だから、あ、これ自分、先取りを自分一人でやるのはかなり効率悪いな。やめとこう。あるいは、教科書読むだけで、あ、どんどん分かる分かる。あ、こういう風になってるのね。自分で分かるわってなったら、もうどんどん先進めた方が効率いいんですよ。まあ、だからそこは、えー、っと、でも、多分自覚。 え、あると思うので、そこは、えっ、ー、と、じっくりやっていった方がいいと思います。で、むしろ、それ以外の科目で、例えば英単語とか、まあ、その、今できることっていうのを、まあ、その、時間余った分を回していけばいいかなと思います。